毎週金曜日は海外です。毎日新聞論説委員の及川雅也さんにお話を聞きます。及川さん、おはようございます。おはようございます。今日はアメリカ大統領選挙の民主党の候補者指名争いのことを中心に聞こうと思ったんですけど、昨日ちょっとアメリカでいろんな動きがありましたので、ちょっとそのことをまずお聞きしようかなと思います。まずさっきニューヨーク株式市場閉まりまして、ダウ工業株30種平均、過去最大の下落幅になった、ブラックマンデー以来の大きさだということなんですね。であとは、WHO がパンデミックと新型コロナウイルスのことを表明したことにを受けて、トランプ大統領がヨーロッパからのアメリカへの入国を30日間停止するという発表もした、さらに東京オリンピックについてもトランプ大統領が触れまして、1年間延期した方がいいのではないかというような、いろんなことがありましたけどね。及川さん、どう見てますか。はい、これトランプさん全くやっぱり見通しを見誤ってたっていうことが大きいと思うんですね。あ、そうなんですかね。最初はすぐに収束するっていうようなこう楽観的なことを言ってたんですけれども、やっぱり感染はどんどん広がるばっかりだし、死者も増えていくということで、相当危機感の表れというのがあるんじゃないかなと思います。で、今おっしゃった例えば一昨日の夜ですね、現地の一昨日の夜に、国民向けのテレビ演説したんですね。でこれは大統領としてはそんなに ある場面ではないんです。夜にですね、国民向けで、ただその中でやっぱりこう欧州からの渡航制限禁止をすると、イギリスの族なんですけれども、これが一体大統領選向けのこうアピールみたいに聞こえてですね、どこまで効果があるのかっていう、専門家の人たちはすごく疑問を覚えたんですね。ですからそれがそのマーケットの急落というのにその直結してしまったっていうのもあると思います。ですから一方でやっぱりオリンピックの話もですね、安倍さんの応援団として、そんな延期とかなんとかってのは一切言わなかったわけですけれども、ここに来てそういうことを言い出すっていうのは相当な危機感の表れだというふうに思っていいと思うんですね。ヨーロッパからの、入国を制限するって、確かにイタリアでは今もう感染が深刻じゃないですか、とかフランスとかドイツとかスペインでもかなり感染者増えてますけど、それ以外にも、イランもすごいし大変なことになってるし、あと韓国だって集団感染出てるし、日本だって依然感染者が出てるのに、なんでここでヨーロッパを狙い撃ちしたのかなっていうのはちょっと疑問なんですよね。ありますね。政治的なメッセージの方がすごく強かったと思うんですけれども、やっぱりイギリスを除くっていうところでですね、いきなりブレグジットをしたイギリスだけは例外っていうふうに言いたいのかもしれませんけど、イギリスだって感染は広がってるわけですね。ですよね。この区別に何のこう合理的な整合性はないわけなんですよね。要はこう選挙向けアメリカ第一っていうところのアピールでしかないように受け取られてしまうと。ってことは、あれなんですか、そのイタリアとかその感染がもうアメリカでもニュースで伝えられてるでしょうから、そういう人たちは入れないよっていう、なんかある意味大統領選に勝った時の国境の壁作るみたいな感じなんですかね。全くその通りだと思いますね。こうアメリカのためにやってるということは、イランとかっていうのはもうすでに入れないような状況になってるわけです。なので、ヨーロッパっていう、こう友達までもですね、シャットダウンするっていうことのこう逆の効果といいますか、そこまで俺はやってるんだぞっていうところを見せたいんじゃないかなというふうに思いますね。なるほどね。でそんな中、アメリカ大統領選の民主党候補者指名争いが行われてますけども、ここに来て、バイデン前副大統領が一気に、獲得大議員の数を増やしまして、サンダースさんも窮地に追い詰められてるんですけど、どうなんでしょうね。もうバイデンさんにスーッと決まるんでしょうかね。バイデンさん有利だという情勢というのは、これはもう、明確になってきてると思います。先ほど言ったトランプさんのこう一連の対策っていうのはうまくいかないっていうのもですね、やっぱりバイデンさんがこう急に上がってきたことへの危機感の裏返しでもまたあると思うんですね。そうなんですか。なかなかうまくいかないと、コロナウイルス対策がですね、でそれに対してそのバイデンさんがこう経験がありますしね、副大統領っていう、また安定感もあるということで、そういう面がそのバイデンさんを押し上げているということが言えると思うんですね。逆にそういうバイデンさんが上がってきたことで、トランプさんは余計に焦るということの、そういう状況になっていると思うんですけれども、
あのバイデンさんがあの有利だっていうのは、あの、うん、まあ、今週重要な州で2つ勝利したってことが大きいと思うんです。その重要な州っていうのは、あの中西部のミシガン州、はい、まあ、ここはデトロイトが自動車の街ですね。この前ウカさんそれ言ってましたよね、そこを取れるかどうか非常に重要だったね。そうなんですね。実はここのミシガン州、まあ、80選挙区あるんですけれども、はい、全てでバイデンさん勝利したんです、うん、これ圧勝なんですね。圧勝ですね、ですから、まあ、ここではその、まあ、白人の労働者の人たちは多いんですけれども、その人たちがやっぱり自由貿易、まあ、当時オバマ政権は TPP だとか、まあ、自由貿易をこう広げていくということだったんですけども、まあ、そういうもののしわ寄せを食っているのが、まあ、この地帯ラストベルトと言われる地帯の白人労働者の人たちと言われてたんですが、まあ、その人たちが、前回はですねトランプさんの方に行っちゃったんですね。そう、もともと民主党の強かった地盤なんでしょ、ミシガンって。そうなんです、そうなんです。でそれをこう、まあ、4年前のことだということで、今回はこうバイデンさんに期待したいということが現れたので、取り返さなきゃいけないところなんですね、ミシガンというのはね、はいはい、ですから、まあ、ここで、バイデンさんが勝利したということは、うん、まあ、これはトランプさんと実際に戦えるんだということを証明したんだと思うんですね。でもう一つ の、 そのワシントン州っていうのは、まあ、これは首都の東海岸 の、 あの首都のワシントンとは違いまして、はい、西海岸のですねワシントン州というところがあるんですけれども、うん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 、ここはあのシアトルっていう町があって、シアトルマリナーズ、イチローさんが、うん、あの活躍してたところですけれども、うん、そうですね、あのここはアメリカの中でもニューヨークとかカリフォルニアと並んですごくリベラルな州として知られてるんですね。ほうほう。でリベラルな州といえばやっぱサンダースさんだったんですけれども、うん、実際4年前あの予備選出た時はクリントンさん相手に7割の票を獲得してたんですね。ところが今まだこれ開票途中なんですけれども、うん、もうバイデンさんの方がやや上回ってるんです。あら、そうですか。ですから、まあ、このリベラルな州でも、まあ、本来ならサンダースさんが強い州でもサンダースさんはなかなか苦戦してると、うん、そのホームグラウンドでですね、あのこう絶対勝てる相手に大苦戦している状況なんですね、うん、まあ、それだけトランプ、あのバイデンさんの方が力を取り戻しているというところもあるんだと思います。なのでその、まあ、11月の本選でですね、トランプさんと激戦を戦わせるような激戦州でもですね、また民主党があの圧倒的に強いって言われているこうリベラルな州でも、ともにサンダースさんの勢いがちょっと落ちてきていて、バイデンさんの勢いが増しているという状況が現状なので、まあ、これが続くとですね、もうあのバイデンさんにとって勝利の出口が見えてくるというような状況になると思います。はい、及川さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。今朝の、ね、新聞にはサンダースさん撤退せずって出てますけど、もう近いかな撤退を表明するのはね。毎日新聞論説委員及川雅也さんでした。